こんにちは、ふくろです、最近できるようになったことはっていうことで、今日はご説明しようと思います、最近できるようになったこと、Adobe の Muse っていうのを、今勉強してまして、まあ、ちょっと使い出したかな。Muse っていうのは、まあ、簡単に言うと、ランディングページだとかそういうものを、私はどちらかっていうと、インデザインだとか、そういったこう、文章系のチラシだとかっていうのは得意なんですけど、いわゆるこう、ウェブ語、ウェブ言語を書いた、記述したようなものって苦手なんですけど、そちらは Adobe Muse の場合は、それでも使えるっていうのはすごい。で、あと、まあ、このフェイスリグですか？これでこうやって、まあ、フェイスリグ勉強しだしましたよっていうのが、今回はすごいところかなというふうに思います。では、また明日。